みんな始まるよ。今回の母さんお願い。ああそらもういったいったいった。よーちょっとまじよし、やるぞやるぞ。まんまいったら乗りやすい。応援しろ応援しろ。デオコママメンタル回復大暴れ。だししかないってね。だしは違うっしょ。750円も出せないよ私ともくんに。ハメあり初めてのお使い大捜査線。それでは後半戦スタート。もうこれ遠いわ、むっちゃ遠い。むっちゃ遠いこれ。多分これもね800とか行くとは思うんだよね。最短でもカラクリってあんまりゲーム数の短縮ないよね。ないね。あ、言ってるそばからだけど、え、今おいくら？マンゴー。え、マンゴー？サンゴ、サンゴ、サンゴ。サンゴか。でも左のカラー75じゃない？え？75じゃん。隣の兄ちゃん？はい、さっき72歳。え、今75入ってんの？多分75だと。75で入れた AT だと。今75で入れたやつなんだ。うわ、マジで頑張る。あ、1個取ってる、1個取ってる。ちょっと本当に全力で応援したい。ええ、悪魔の心持つ母さんもこれかわいそうだと思う、かわいそうだと思う。75はちょっと。さあ、母さん投資が1万1000だっけ。うん、母さん1万1000で、今持ちコインが何枚。今ね、800枚。なるほど、まあでもプラスだよね一応ね、ギリギリ。俺はね、36入ってます。サブロー、はい、きついな。母さん、喉が渇いたんだ。あ、カルピスあげるよ。甘いのはちょっと余計喉渇いちゃうな。じゃあ何が飲みたいの。特茶。え、特茶、特茶。え、特茶、あそこの自販にないよね。ある。あ、分かって言ってんだ。ある。分かって言ってんだ、この子は。あった、母さん、はい、ちゃんとこの後も勝負どころちゃんと教えてあげるから。本当にレクチャーするから。ありがとう。じゃあ特茶買ってくるよ。品揃えいいな、ダイナム。じゃないと左のお兄さんに頼んじゃうぞ。え、左のお兄さんに頼んじゃうぞ。おい、特茶買ってくる。ダメダメ、あ、私行く。あ、何飲みたい、何飲みたいのかな。なんか買ってくれるって、飲み物。何がいい。大丈夫ですよ。ジュース、ジュース。甘い方がいい。甘いもんでお願いします。甘いもん、甘いもんね。コーヒーか炭酸か。炭酸でお願いします。炭酸、オッケーオッケー。炭酸と特茶ね。なんか息子が特茶飲んでるってちょっと冷静に考えたら嫌だな。じゃあ今日は息子が2人いると思って。あ、分かった。新しい息子いるんだ。なんかちょっと人相的にっぽいもんな。なんかリアル息子感あるわ。え、特茶ある？ない。あれ普通の家もんじゃない？やだよ。 あの自販には特茶ないな。やだよ、家もんないじゃん。特茶家もんなんてやだよ。どこにあんの特茶。え、あれってさ、相模原店だけじゃない？特茶の自販あるの。え、特茶ないってね。特茶ないよ。ちょっと特茶ないよ。コンビニ行く？あそこにあるかな。ないね。だししかないって。ね、だしは違うっしょ。750円も出せないよ私ともくんに。ちょっとニューデイズ行ってきます。駅近いな。それからそれから、やっと買いましたよ、特茶。マジで特茶買うのにこんな苦労すると思わなかった。なんかもう観光ですよ本当に。こっちに銅像があって、あっちになんかカラーのやつが、ここあ、ないよね。これ確認しましたよね私。なんかこれで店内に特茶の自販あったら私倒れちゃう。なんか全部のやつをチェックしたとは限らないもんね。やれやれだよ。はい、あ、ありがとう。ねえ、ともくん、どうした。自販に特茶なかったんだけど。あ、だよね、これ自販で売ってる方じゃないもんね。だよね。自販のやつ丸いじゃない。いや、
あ、そうなの。そう、いや、自販にコンビニやつ、うん、そう、コンビニまで行ったもん。ありがとう、お母さん。ありがとう、お母さんって。でも、母さん、え、あのさ、母さん、結構店中の自販見たけど、なかったよ、徳ちゃん。母さん、それどこじゃない。え、終わっちゃった、一撃届かず、はい、これちょっとメロンソーダぐらいじゃ言えないなんかもう焼け石に水じゃない、このメロンソーダでいい。え、あ、頑張ってなんかもうかける言葉が見つからなかった。え、いくらまで突っ込む気なの。10万ちょい、ちょいゆとり怖いな、そのちょいのゆとり大丈夫、いけるぜギャフンと言わせようぜ、あの女な。俺これ白で発展したんだけど。あら、白発展。でもメリーゴーランド、え、逆にみたいなことはない。いや、白強いはずなんだけど。だから、まさか。おお、やっぱそうか。来ました、41。これ入れて42。今クオカード4枚。4枚、もうこれ以上は、うん、4枚いいとこだよね。2回目に、何でもいい。どうしたの？今手見たの？いや、すべて人生をかけようと思って。かけました。かけました。トモ君の人生が。おーだめー。6名様プレゼントです。隣の兄ちゃんもっときついから。うわ、マジかよ。またマザル。いや、全然天国こねえ。さっき駅で、はい、カメラ待ってたら、うん、高校生4人ぐらいに、うん、AV の撮影ですかともくん。はい、どうした。母さん、結局そのともくんの特徴見つからなくて、はいはい、コンビニまで行ったの、駅のね、はいはい、そしたらなんか高校生4人組の子が、あのカメラマンさんにAV の撮影ですかって言ったらしい母さん、AV の撮影だと思われたんだって。いや、それぐらいセクシーってことでしょ。悪いことじゃないよ。いいことじゃないけど。セクシー。熟女物の AV だと思ったんだね、きっとね。あ、やっとだ。800、842。母さん、今日初のチャンスゾーンだ。母さん、さっき直撃だったから。直撃というか。まあ、直撃ですね、はい。初チャンスゾーン。今6枚いっちゃってるんで、ちょっと成功させてください。もうこれ以上はまずいです。まずいね。これがダメだったら8枚。8枚。えい、ちょっと、残り何ゲームですか。4買い揃えたいね。あー、全然ダメじゃん。お、来い、よし、一発で決める。赤だ、見て、赤赤、イエーイ。第二で赤、珍しいね。素晴らしい。よし、次こそ一撃通す。やっぱこういうのが効いてんだと思いますよ。特茶買ってきたりしたことか、メロンソーダとか、駅までね、はい、高校生に AV の撮影だと思われながら買ってきたんだから。多分母さん見て興奮
母さんを見て興奮してたのかな。ね、高校生たち。はい、その残像を置かずに。あれ AV でしょ、絶対っていう。お、青で止まった。お、え、金？これは、はい、もう確定です。で、多分石型になるよ。お、めっちゃ強えな。あ、石型になった。なんでオリンピア。よし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 、繋いでる。あ、強い。じゃあ、じゃあ、だけど、いいね、いいね。もうすでに100枚。よく引くね。よし、もう一発一撃まで持っていきたい。160枚か。さっきほど重ね刻めなかったな。よし、なんとかしよう。47今何がですか。あ、お通し。通し47で、弟が75です。弟正式に弟になってんの。お、強チェリーだ。さあ、でかい。これでさあ戦おう。知らない間に家族が一人増えてるんだよな。あんた弟いたんだ。三乗りにしたいぐらいです。やめてくれよ。ちょっと待ってよ。こいつはやると思うよ、最終的には。最終的に、はい、私はやらないと思うよ。いや、やってくれますよ。本当かな。あ、あ、特茶だ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。え、木村さんが特茶好きなの知ってるんですか。あ、知ってるんだ。あ、あと30分早く来てくれれば。ありがとうございます。ありがとう。トモくん特茶もらった。大ファンだよ、トモくんの。ありがとう。 いつも特茶飲んでるの知ってるんだって。6枚目。やべ、弟に追いついちゃう。こんなことしたらまたこれいくな。取るぞ。ん、あー、ちょっと取り逃したけど、うまかった、うまかった。あ、降格中なの。そう、そうなの。降格今入ったばっかりだったの。まあでも取りこぼすよ、あんなの取りこぼすよ。じゃあ 40% 取れないね。え。あんなのってまたスイカ何度目か知らないけど、取りこぼすよ。じゃあ 40% が取れないよ。取るんだよ、取るんだよ。あ、押してないかね。ねって言った。ねって言ったよね。ねってねって何。やるって言ってる。よし、再戦だ。まあここ分かんないね、ちゃんと揃えたしね。そうだ。あ、強い強い。これ通す。ほら、ね。うん。なんか素直にうんって言っちゃった。揃え、ね、ちゃんと揃えるような、揃えれば大丈夫よ。坂川さん、1個取ろう。頼む。痛くそう。ああ。最後だね、最後だね、ここだね。リプレイ。おお、チャンス目じゃん。チャンス目取った、取ったよ、トモくん。それは天才。そこのチャンス目は天才。よしよしよし、つないだつないだ。あ、息子ちょっと頑張ってるじゃん、うん、頑張ってる頑張ってるね。頑張ってる。
長男がちょっとまずいな。長男がまずいね。あの子と2人で頑張っていこうかな。俺帰ろうかな。望郷生物。あと何番？あと70枚。え？ちょ頑張ってマジで。ねえ。あ、これでなんとかする。おー強い。それが強い。母さんめっちゃ強い。強チェリー。よし。これ絶対取って。取るよ。もっと乗った。ダブルダブル。しゃあ。40%2 回。まあ、波の人間だったら取れてるけど。やめて。なんかやめて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 。波の人間。やめてやめて。ほら。カピタン。なんなら2つまであるんじゃない？お、両方とも？うん、まあ、母さん波の人間だから取れてると思うよ。あ、チャンスアップ。おっとっと。押してる。よし、とりあえず。さあ、来ました母さん。ねえ。これは。これ取れたら。でも自分でどうなの？手応えあるのか？え、これ？取れるか？うん、取れないか？取れるよ。本当？取れる。見てろよ。でも母さんとしてる。え？顔色悪い。ちょ、なんでさ、そのさ、ちょっとさ、テンション下がるような、テンション下がるようなこと言うの？いや、これ外れ。なんかどうやったけど、外れ、母さん、外れ今の。あれ、チャンス目じゃない。違う。ほら。外れで撮ってたんだよ。すごい精度も。ほら。これ。やるときやるんだよ。ま、マジで、うん、もう一個出てくるかも。あの、チャンス目に変えてるから。あ、さっきのやつ？チャンス目分だ。今日はもう、か、よしよしよし。母の日だっけ？今日は母の日だね。すごいね、うん、これ。母の日かもしれないね。マジで。300いけ。でも、まあいいや。ここまで行ったらもう一個取ろう。マジで。行く、うん。前半で1回、後半で1回だ。ほらこれなんか引いたのね。あ、引いたんだ。もうこぼさないよ。あ、でも。すげえじゃん。あ、母さん。これが出たけど3桁、絶対3桁。よいしょ。300あるぞ、300あるぞ。あるよ、母さんこれあるよ。よし、母さんもし超からくりまで持ってけたら乗ろう。本当に？みんなのこと養うよ。持ってけたらね。これ上行ったら3人で乗り打ちようだって。乗ってくれるってよ。めっちゃ得しちゃいます。こんなに2号はねえよ。いいよ母さん、コンプリートしたらでいいよ、そんな悪いから。コンプリートしたらでいい？ね、いいよ、もしくは万超えたらとかでいいよ。万超えたら、万超えたら乗るよ、3人で。万倍超えたら 3乗りだって。やったな、応援してあげて。あんま嬉しそうじゃねえな。もしかしてすげえ金持ってるのかもしれない。なんかあんまりね、あんまりやったって感じじゃなかったね。そんなに困ってない子なのかな。うん、え、今降格中でしょ？あ、降格中。何、今チャンスベル言いたじゃん。あ、チャンスベルも結構熱い？いや、同じ 40%。 お、あ、ブリゲッタだ。いや、あるじゃん、まあ、あるじゃん。よし、母さん、これあるよ、あるね。本当あるよ。あれ、先生ある、ある、ま、マジある。あ、しかも2回攻撃。あ、それもう、いったよー、ちょっと、まあ、マジ。よし、やるぞやるぞ。まんまいったら乗りやすい。応援しろ。母さん夢は4だって。そんなこと言わなくて、そんなこと教えてあげなくていいの。うん、1対2対1人見守るやつね。ドン引いてるじゃん。ね、あ、やったよし。さあよし、ほらね、行きましたよ。さあ次こそは、じゃああとはもうしばらく楽しんでいただいて。ああ、よか
った。素晴らしい。危ねえ、恥だけ書いて終わるとこだった。あそこのチェリーは強えよ。うまかったな。なかなか引けないよ。しびれた。え、ニコどうしてんじゃん。あ、弟も頑張ってます。あと1個。しれっと。あと1個。いや、イライラしてきた。ちょっと待ってよ。おめえ挟まれてるけど。イライラしなくていいじゃん。イライラしてきた。俺の元気どうしたよ。応援してあげるよ。なんで8万くらい負けてんだよ。帰りたい。もう帰りたい。まだ帰るなよ。まだ乗れるチャンスあるんだから。あ、そうだ。応援しなきゃ。母さん応援しなきゃ。応援してよ。お願いだよ。母さん、どこのためにすごい特茶探しに行ったんだから。めちゃくちゃ低いね。初めかな。めちゃくちゃ引く。あ、またなんか引いた。どうしたお母さん。あれ3発連続。え？どうしたの？マジで。ちょっと取り込んじゃった。どうしてんの？ねえ、お母さん。すいません。ね、いや全然いいですけど。3発連続チャンス役が出てきました。あ、あれクイーンなんだ。え、また？どうし、あ、これ、あの、矛盾なんで当たりです。やったね。一足早く入っちゃうな。よし。お、リプレイ。すごくいいです。素晴らしい。よし。で、これだけじゃ上がんないのよ。これだけじゃ上がんない。この後です。はい。まずは一緒です。ここは100、200、300の場の乗せがあって。あ、で、200だ。はい、おめでとうございます。ありがとう。ここで。で、運命連鎖です。ここは何を引けばいいのかな。バチェバです。バチバ？バチェリバ。バチェリバ。あのカットインが入って止まれば上位に。ありがとう。ガチバってなんだろうと。バチバ。で10ゲームになってるでしょ。うん。青い。止まれば。ああ、なるほど。お、いいね。え、良くないか。来てない。なかなか来ないよ。ああよいしょ、あーえい、あと何ゲームですか。あと3ゲー ム, ゲームだけど、そこで終わんないから、絶対1回カットインが来て終わるから。あ、そうなんだ、はい、カットインが来て成功か失敗かで終了です。なるほど。白金が出てくることもちょっと珍しいんだ。ちょっと待ってください母さん、はい、母さんも大丈夫で。あ、もしかして、はい、運命の、はい、来ました。これ3つ目だ。いや、これ中、さすがに邪魔できん、これはすごい、淡々と回してる。弟の劇場であって今日は、いやでも、あ、でもいつもと違う、ちょっと力こもってる。うまそうじゃん、あ、リプレイ来たじゃねえかよ、てめえ来たよ。よかったね。あ、いや、まだ一撃、2人とも通してください。まあまあまあ、通す、ね、俺のために一気になえたわ。なんか一気に通せる気がしなくなっちゃった。300、素晴らしい。あ、青いんだ。あ、止まった。あ、母さんやばいね今日。マジやばいね。マジやばい。あ、止まっちゃった。イエーイ。で、これをケーキに、うん、あの上位に行きます。上位に行きます、はい、もう300枚なんですけど。素晴らしいです。よし。で、ここから、まあ、上乗せ全部3桁だし、劇場ジャッジが、うん、取って勝てば100は500です、うん、はい、とりあえず今740枚あります。素晴らしい。いやー、さあ今日2回目。よし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 、楽しいな、楽しいな。いいですね。それ何枚目？7枚目。ただもう当たるんで。母さん、うん、帰りたい。
ね、もしいやただまだ分かんないからね。メガネクイッてやりながら言うことなのかなと。なんかあのかっこいいこと言うときにやるじゃん、メガネクイッ、うん、帰りたいってそんな決め顔で言うの初めて見た。お布団に入りたいよ。あ、終わっちゃった。いや、マジで。いや、悪いことなの。全然悪いことじゃねえし。さあこれを通さなきゃいけない。はい、頼む。さあ、行きましょう。まだだって2000… まずは弟に手本を見せてください。よし、見ててね。よく見とけって。やるから。さっき外行ったらさ、高校生に AV の撮影と間違われたんだ。今言わなくていいでしょ。今ね、今じゃなくない？ちょっと待って、頼む。いや、母さん最後に聞きゃいいんですから。最後に聞きゃいい。マジで頼む。まだ終わりたくない。わかんない。あ、わかっちゃった。すん。いや、2回は心折れるね。ちょっと弱いな。母さん、恐怖のチャンスなんだよ。62。これは本当に通してほしい AT チャンス。はい、このカード今6枚かな。はい、はい、うまっ。おお、頑張れ、ともくん。寿命2年かける2年。おお、すごい、通った。寿命2年ぐらいだったんだこれ。一気になんか重い気がしてきた。あれ、チャンス目残り1回。うわー、一瞬で終わったよ。早かったね。なんか隣と同時に、あ、引いたじゃん。準備中か、でも。そう、準備中。頑張れ。まくれ、まくれ。3枚ビル。3枚ビル2回。家族はダメなんじゃないかな。そうだね、解散しよう。1500枚か。きつい。帰る？ちょっと一回タバコ吸え。もうちょっと心が本当に。そうね。タバコゆっくりしてきた。だからその間にチャンス目引いとくから。それからそれから。おお、来たんじゃない、チャンス目。やっと来た。おめでとう。やっと来たよ。俺もこれで当たるのよ。当たる？あのさっきほら1200超えたから。300以内だから。このこれで当たるんで。上限まで持ってかれるんだな。母さんちょっと当てよ。よし、あ、なんだこのピンク色いやつ。うわ、次回予告。よし、来ました。もう一発入れよう。
お、なんか強そう。よし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 。ああ。なんか簡単に決めそうだね、今日は。頼む。大丈夫だよ、普通にやってれば絶対通るよ。通る？大丈夫。ストーカードのことはちょっと忘れよう。よし、なんか引け。頑張れ。あー、ダメだったから、クオカードが8枚。クオカード8枚です。あ、押し損ねちゃった。あ、全然いい。え、こんなすぐ来る？最後。頑張れ。ラストチャンス。うん。失敗した上に10枚になって叱られるの嫌だよ、俺。ねえ、入るよ。入ってマクロ。今投資いくら？62。62か。いける、いける。3000枚ちょっとだもんね。お。頑張れー。マジか。チャンス出る。なるほどね。いけるいけるいける。いけ。寿命1年かけました。1年。さっき2年だったけど、1年。ダイ！よし。うまい。うまい。1年でも通るんだ。よしよしよし。よかった。さあ、いきなり。おお、赤ななでもいい。赤ななでもいい。習ったから。赤ななでもいい。今までで一番調子いいんじゃない？それ天国っぽいね。よし。これはハーレクインが厳しいな。ダメ。よし。通す。さあ、決めちゃってください。母さんもラスト一発、うん、もう一発いけ。ナイス。しか言わないじゃん。通ってくれ。通れ。よっしゃー。すごいね。通った。やった。ともくんと一緒に最後やれるよ、エティ。本当失敗しないね。一回だけかな。おー、100ゲー。パッちゃん。お。先生だ。先生だよこれ。来たろ。これは千載一遇。来たー、ゲーム性で来たー。これ。まだあるまだある。一個取ったら潮目変わるな。チャンス出る。
ま。よし、あるよあるよあるよ。さあまず1個、トモ君の運命の一撃あるよ。あ、ダメだ、終わっちゃった終わっちゃった。ストックはない。あ、ない、引くしかない。お、無反応だ。あ、ダメっぽい。あー、終わりました。あー、終わり。もうそれが、それでなんとか上がりました。朝は天国だけ見ればいいんじゃない。うん、何時間でも待つからね。頑張る。それで来てくれれば。カピタン、あるの。ある、やれる。よし先生。お、頑張れ。2つ目、ともくんやれるよ。オッケー、やれるやれる。2つ目でかっ。何してんだ俺。母さんチャンスゾーンやるね。ああそれどころじゃなさそうだからしれしれって言ってたんだけど。いいお母さん、頑張って。頑張ってるよ。ただ一回も何もないだけ。無反応なんだよな、ずっと。早っ。何にもないままここまで来ちゃった。ラスト、これダメだったら10名様になっちゃう。そうだね。引けた。10名です。わざとやってねやってないよ10万人で10名様みてえな。10名様どしどしご応募ください。あー、もうさっきも買ったんだな。あ、ストックはなし。うわ、天才じゃん。シュ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 。終わってない、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 終わってない。かっこいいね、今のしびれるね。母さんここまでかな。終わり、待ってて。いや、もっと待つよ。いっぱい待つ。戻す。ある。わやめづらいやつ。え、これって次天国？次ではない。次ではない。次ではない。ちょっとトイレ行ってこよう。よいしょ。なんか頭を抱えている。それからそれから。これ天国だけ見てやめんね。あ、だいいよ全然歌わなくて。天国だ。
三枚ベルで。あかん。あ、そう。よし。よし。あ、入ったの？うん。シレット。しかも弟一撃まで行ったよ。え、マジで？ちょっと。うん、薬病神だったんだな。な。これ飲んで頑張って。あの、母さんが薬病神だったんじゃないかって。ちょっと待ってよ。いなくなってから急に。え、ちょっと待ってよ。そんな悲しいこと言わないでよ。乗り打ちまでしてあげるって言ったのに。頑張ってね。そっか。ない。取れてない。変わらん。ラスト。次回天国です。そりゃ行きますわ。1ゲーム目でもチャンス目って何やってんだ俺は。これね、結構早いとこじゃないですか。50あのポイント、あのもし劇場ジャッジ取ってたらこれね繋がってたんですよね。同じ天国でも手前50より手前で当たるやつなんで、もしこれチャンスを来て、まあ来るんですけど、これ成功したらね繋がってたんだよね。だただ1個も取ってない状態なんで、まあでも早いに越したことはない。さあ、ドロー。ようやっと早く来るようになったな。うわ、うん、よしよし、粘ってる、めっちゃ粘ってる。うわ、俺終わったけど、ちょっと梅の打ち上げやってる。通せよ。やっとだな。650、おー、いいね。750 800 900。え、あれ、ちょっと待って。950。え、弟すごいじゃん。950 1050。うわ、うまっ。そこまで持ってったの。1120 1120。あ、なんか来た途端に終わっちゃった。
やっぱ薬病神だよ、お母さん。ごめん、北斗さんに終わっちゃった。いやでもよかった、ごめんね。あ、すごいすごいすごい。俺終わったんだよ。4桁じゃん。え終わったんだよ。あ、終わった。あ、でもすごい、900枚出てるじゃん。まだまだ4ゲームあるじゃん。あ、でも私いるとダメだ、ね、いなくなった方がいい。絞るように見る。お、よし。やっぱあいつ薬病神だな。なあ、あいついなくなったらいいな。なあ、聞こえてるぞ。ああああのカメラマンさんから絞って見てたから見てたよ。よし、頑張って。 あんたら偉いよ。ただな、これ頑張っても戻したけど悲しいからまだ1個も取れてないんだよね。終わっちゃった。あれ3枚ベルじゃねえんだよ、チャンスベルじゃん。ラスト、粘ったんですけど、1220枚まででした。それからどうした？待ったよ。でもね、ごめんね、全然結局粘って、うん、粘って、うん、全然劇場通せなくて。あ、そうなの？マイナス1632枚。え、結構やられっぱなしじゃん。いや、でも6万2000だからね。あ、そっか。よし、考えたら半分ぐらいは、うん、そうだね、半分ぐらいは戻ってきた。よかったね、うん、よかったよかった、うんうんうん、母さん2度2度でしょ、運命の刺激。そうね、うん、ダメだった ね。でもそれ、うん、あの敵打ってくれました、うん、弟が。あ、ほんと弟打ってた、はい、あの新しい弟ね。だから新しい弟が、弟あれプラスですよ。え、弟プラスになったの？多分あれプラスになります。8番9番突っ込んでたでしょ、あの子。あの、はい、プラスになると思います。なんて敵のいい子なんだろう母さん嬉しいよ。やっぱ、ね、やっぱ母さん、うん、教え、うん、やっぱ受けてると、うん、まあ、ただじゃ転ばないですよ、うんうんうん、そうね、そうね、ちょっとあのちょっと傷は癒えてるもんね。でも、うん、あー、いなくなったら出始めたな、ヒャヒャって言ったら、うんうんうんって言ってたよ、弟も。あいつ、あいつ、確かによく見てみたら、私が買ってきてあげたメロンソーダ手つけてなかったもん。なんかあると思ってたのかなと思って。でもよかった、うん、だからまあ終わってみれば、うん、みたいな感じですよ、うんうんうん、でしかも母さん、まあ、大幅なプラスなん で、まあ、謝罪もなし。よかった。ただあのクオカードが、うん、まあ、10万人ダイナマネ公式チャンネル10万人記念のにあやかっての、うん、なんすかね、10枚と。そうですね、うん、いつもより倍のね、はい、倍のスピードで、ね、増えてたんで。失敗したらなんで2枚つっちゃったんだろうね、うん、俺だよ、うん、だよね。でもまあまあ10枚いいじゃない。でも2桁いくとやっぱ眉間にしあよるよね、うん、担当のね。ちょっとね、うん、ちょっと寄って、うん、ちょっとっていうね、うん、そうですね。まあでもギリンとこで収めた、ね、うん、そう、セーフセーフ、はい。でもどう、亀有いいでしょ。亀有いいとこだね。めちゃくちゃいいんだよ、うん、ダイナ。もう毎回ここでやったら、うんうん、蔵が立つ。蔵が立つ。なんか、うん、私はね、私は蔵が立つけど、うんうん、まあでも私一個も言いたいのは、亀有店さんに、はい、頼むから自販に特茶置いてくれ。頼む、特茶置いてくれ。AV の撮影だと思われながら買いに行きたくない。でもね、うん、母さん、うん、AV の撮影でまんざらでもなかったでしょ。俺いつか、うん、母さんのために、うん、あの優秀を募ってさ、アテンドしてくれる。夢、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 夢。一体次回はどうなるのかな、お楽しみに。